お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらの新しいスケルトンラッシュの形をね、紹介したいなと思います。で、こちらね、なんと施設が入っていません。今までのスケルトンラッシュは基本的にまあ施設プラスのまあユニットでね、こう、組み合わされてた形がまあ基本的にはなってくるんですけども、まあなんかジャイスキャラとか、なんかこう、なんかね、そういう違った形はまたあれなんですけど、基本的にね、スケルトンラッシュは、こう、オーブンやボムタワーが基本的に入っていたんですけども、今回ね、施設が入っていません。まあそれは、今はまあマルチでね、これがめっちゃ入ってるんですけど、やっぱクエイクがね、こう結構いるっていうので、そのクエイク対策の、こう、施設なしのデッキがね、ちょいちょい今増えてるのかなと、思います。なんで、枯渇にね、ハンターが入ってたり、ロイフォグにハンターとか、まあ、このデッキもね、ハンターが入ってるんですけど、まあ、そんな感じで、こう、ハンターがね、ここ最近、すごい、なんか、見直されてるというか、まあ、クエイク相手にはね、すごい腐らないというか、あ、このタラバン待って、めっちゃ下手くそ。あ。というわけで、ハンターがね、高い、サイレス高いんですけど、まあ、施設がない分、相手のユニットね、止まんないじゃんかってあるんですけど、まあ、そういうのはね、こう、エレキがね、代わりに、サポートしてくれますね。まあ、エレキとかアイスピで、よいしょ。さあ、ここは相手がめちゃくちゃ攻めてきましたので、もうフルカウンターでいきたいと思います。もうタルバも転がしてね。よいしょ。アイスピも添えちゃってね。よいしょ。スケは、スケは添えない。なぜなら相手のここの選択肢はエレキか、なんかだから、スケはいらないですね。よいしょ。というところで、まあ、ゴレとかラバーには結構相性は悪くはないと思いますね。なんか、ハンターで処理しつつ、で、ラバーにはマジでエレキハンター、スケアイスピーでタルババでエレキハンター回ってくるので、めちゃくちゃ回転早いですね。で、ゴレは、基本的には、まあ、ナイトハンターでとかしつつ、ポイズン貼って、まあ、スペル打たれたらエレキというか、まあ、スペルで当たんないようにめっちゃ離してエレキ出しつつっていうのをイメージしてやれば、いけるかなと思います。で、ここはちょっとペッカめんどくさいんで、ポイズン貼っちゃいます。で、アイスピで止めて、よいしょ。まあ、非常にこれはね、楽する防衛ですね。でもこれが別に正解っていうわけでもないと思うんですけど、ちょっとね、ああいうなんか、同サイドにペック補助来た時ちょっと大変なんで、まあ、こういう攻め方もあるよっていうのはね、攻め方や守り方もあるよっていうのはね、知ってもらえると、まあ、いいかなと思いますね。もう一回同じやんけ。これどうしようかな。攻めちゃうかな。攻めちゃってもマジアチャがいるんで、そう、マジアチャが厄介なんですけども、これはペックが多分後ろに行ってくれるはずなんで、撃っちゃいますね。で、こう、マジアチャ処理して、ここは、まあ、アイスピザタルバうまく使いつつ、ないと、受けて、このペックの後ろに小ジョブが来たら、エレキでね、全部止めれるかなっていうイメージですが、ハンターでも止まりますね、ぶっちゃけ。さあ、これがエレクトロウィザーの強いところですね。よいしょ、痛いですが、まあ言うてそんぐらいなら、よいしょ。お、いいザップですね、これは。いいザップで、ダメージを稼がれる、ユーナの突進も使ってくる。さあ、1600はスケルトなし打っておけばなんとかなりそうですが、まあそう簡単にはいかない。おい、エレキ優秀か、お前。たまにいる優秀な人やん。これは、ペックが高めで、ああ、これは打っちゃいますね。ここスケルトンラッシュの付近にペックが出てるので、このペックは正直無能で終わるんですよね、結構。そう、あんまり働かないで終わるので、この高めエレキはちょっとやりすぎたかな。ちょっとやったっすね。この高めエレキはしちゃった。ポイズンでまあ魔術処理して、まあ、ですが、高回転でスケハンター、アイスピードもあるので、相手の攻めがぶっちゃけそこまで怖くないっていうのありますね。あ、でもいいエレキ。うい。いや、なかなかやりますね。低めで受けて、まあ、マジアチャが来るでしょうの警戒アイスピー。来た、エレキで処理して、オッケー。いい感じですね。で、ここは多分エレキが勝ってくれるので、スケルトンラッシュ打って、まあ、さすがにこれは完封できないでしょう。エレキ入って、オッケー。という感じで、まあ、やっぱ受けが多い分ね、ペッカじゃん。相性いいのかなと思います。まあ、その代わり、ベビドラとかですかね。このデッキがしんどいのは。端前対決がなかなか勝てないんですよね。相手がベビーメガゴとかいると、エレキハンターでもちょっと勝てないんですよね。なんで、端前が弱いかもしれないぐらいですかね。まあ、あとは施設がないので、まあ、そこはどうなってくるかですが、言うてハンターでカバーできて。
結構なんかバランスの取れた強めのデッキなんじゃないかなと思います。でこのデッキを使う上でというかこうマジで対、スケラを使う人そしてスケラと対戦する人のそれはみんなかのための話をちょっとしようと思うんでこれね結構ためになると思うんでよければね聞いてもらえばいいと思うんですけどまずこうスケラを使う上で、まあ、このデッキとか得意なんですけどスケルトンラッシュってキング起動されるとダメージがマジで通んないんですよ。これは使ってる人からすると分かると思うんですけどなんでこうキング起動されないようにまあすればいいんですけどされたら終わりっていうのでじゃあされない反対側ですねスケラを使ってない側キング起動しちまえば勝ちなんですよ。じゃあキング起動をさすじゃあどうやってするのっていうかそんないう流れに、まあ、なったらできるけどみたいなならない場合はそういう緊急のできる状況を自分から作ればいいんですよね。もう何言ってるか多分分かんないと思うんですけどじゃあ例えばこう単体で緊急のできるからですね、まあ、トルネードが必須になってくるんですけどこうエレキとかナイトって緊急起動されるんですよ。なんでこのデッキを使う上で本当にエレキとナイトを単体で相手の陣地に行かせてしまうとトルネでピュイってされて緊急起動されてあやばいもうほぼ勝てないみたいな状況になってしまうんでエレキとナイトがもし単体で行こうとしたらもう単体で行かせないようにまあ無理やりナイトの後ろにエレキつけるとかまあエレキの前になんかハンターつけるとかなんか無理やりねハンターより好きかもしれないけどなんかしてこう単体で行かせないようにしないとスケルトンラッシュを使う人は相手がトルネードを持ってしているときにそれが負け筋となってしまいますね。なんでじゃあ逆にですがこう相手がスケルトンラッシュの場合にそういう状況を作る方法としてはこう相手がねやっぱケツからエレキとかナイト裂いた瞬間に逆サイドをめちゃくちゃ攻めるんですよ。逆サイドをめちゃくちゃ攻めることによってこう相手はこうそっちを防衛するんですよね。なんでこう何ですかねこうばっか言ってますけどちょっとやばいですね。なんか逆サイドをもしくはぶち当てます攻めることによってエレキとかナイトをねこう単体で連れてこれるんですよね。でその瞬間にトルネで緊急とするってまあいわゆる相手がそういうカード使ったら逆サイドぶち攻めろって話ですね。エレキとかナイトをこう裂いたらその瞬間に逆サイドをぶち攻めてしまえばよいしょ相手のデッキなんかすげえ高回転ですけど何のデッキかマジでわかんないですねそう逆サイドぶち攻めてしまえばここですね。今ナイト裂いてる時に相手が逆サイドめちゃくちゃ攻めてくると僕としては非常にね辛いよっていう話ですね。よいしょさあ耐えますあーこれナイトがやばいナイトお前バカか痛いさあスケルトンラッシュ相手のヒーラーがちょっと厄介ですね。ヒーラーちゃんをどう処理しちゃおうかなーって感じなんですけど、行ってみます。さあ、スケラが、エレキ、ミニペッカも若干厄介ではありますが、よいしょ、これは、ああ、いい感じね。これ、ちょっと行っちゃって、行っちゃいますね。ヒーラーいないんで、ちょっとチャンスかなと思いますね。で、ワンチャンミニペで止めてくるように、アイスピー、タルババの、オッケー。このね、ユニットで攻めたい。スケルナダメージ入ってますね。待って、くしゃみ出る。やべ、待って。待って、もう一発来る。やべえ。やべ、シエガ。さあ、スケル打って、これもうね、攻めたもん勝ちですね。スケルトンラッシュこうなってしまった時は。ぶっちゃけ。こう攻めて攻めて、相手に、こうね、ポイズンとか、使わせると、相手は攻めスケラ打っててないので、もうこれのゾーン入れば僕の勝ちですね。打っちゃいます。もう打ったもん勝ちですね、ぶっちゃけ。打ったもん勝ち。で、タルババスケでしっかり抑えて、よいしょ。で、ポイズン打って、削って、オッケー。で、もう一回これ単体スケラでも打っとけば、相手は防衛してくれるんでね。という感じで、もう、これ回転の強みがね、このデッキ出てるかなと思いますね。よいしょ。これは焦らずに、しっかりタルババスケをやって、ダメージを抑えていきます。それと、もうね、スケルトンラッシュがめちゃくちゃ刺さってて、勝てると。いう感じで、これ最後ね、てか前半押されてたんですけども、後半勝てた理由としては、やっぱ回転が速い分、どんどんスケルトンラッシュを打てるんですよね。すると、相手が、ああ、やばい、守んなきゃっていう、こう、ペースになって、無限にね、こっちが攻めれるペースを握れてたのかなと、思います。というわけで、よろしく
さ、ラバとか弾くとね、ちょっとやりやすいんですけど、まあ、バルーンはどうだろうね。まあ、ラバホリとかは非常に相性いいと思うんですが。さあ、とりあえず、ナイトを裂きますか。で、ここですね、この瞬間に僕は気をつけないといけなくて、逆サイドをフルで攻められると、ナイト単体でね、相手陣地に行っちゃいしまうんですよね。そうなると、緊急度されてしまう可能性があるので、っていうのを、まあ、頭に入れつつ、やりましょう。おー、吹き矢はちょっと厄介ですね。スケラーを使う上でマジで嫌なカードランキングトップ3ぐらいの吹き矢ですね。ここはエレキは多分勝ってくれますね。さあ、おー、これには、一個ずれてますね。ちょっと目、ずれてるけど。さあさあさあ、とりあえずナイト咲きますか。ナイトですね。プリンセスと吹き矢がね、やっぱタルババだと処理できないっていうのが、正直苦しいですが、まあまあまあ。エレキ。で、あのプリンを処理できればいいんですが、ああ、できますね。これ行っちゃっていいですね。行っちゃって、多分、なんかが来るので、おー、タルババか?ギャング、おい。エレキー!いやー、これ良くないですね。結局ハンター出すんで、ハンターで回収できるんですよね。良くない。で、今、あれ押さえたので、これでバレルとか来る可能性が非常に高いですね。非常に高いので、ここは頑張って抑えます。で、ワンチャンハンターを、で、ハンターがね、タイミングにもよるんですけど、バレルは完封できるので、来た瞬間、ちょっと経ってから出せばね、よいしょ。さあ、コウモリかな。コウモリ?ハッシュマイプリン?まあまあまあ。一回後ろから行きましょう。で、スケラポイズン打てれば、結構ダメージは稼げるので、僕としては相手のダメージはどう抑えていくかですね。これもうプリンセス厄介なんで処理しちゃいます。ワンチャンロイシェイかなこれ。ハネハネさんだ。出た。で、ISP で止めて、ダメージ抑えて、よいしょ。お前、吹き矢、お前、下で投げんだ。お前投げんだ。よいしょ。はい、チェンジで、スケルトン部隊確定演出。おー、うまいそれは。それはやるなですね。今のはやるな。間違いなくやるな。さあ。で、ハンターは、マジ防衛の要なんで、ちょっと、取っとかないといけないですね。で、このプリンは処理できない。やばい。甘えた。おー、処理できる。ナイス!で、エレキぐらいなら、正直、裂いてもいいですね。あの、キョスケが、非常に厄介かな。さあ、吹き矢系は、まあ、打っちゃっていいですね。これ、正直。別に、処理できるんで、ポイズン打っちゃおう。さあ、若干、危ないですが、さあ、これは焦らずに守りましょう。焦らずに守ります。焦らずに守って非常に焦っているのは僕です。おお、始まり止めてきますね。で、相手のプリンちゃんどう処理しようかな。もう一回待ってもいいですね。焦らずに行きましょうか。これプリン、ポイズンで処理して、さあさあさあ、全然ね、非常に悪い流れではないです。バレルを抑えるのをしっかり忘れないようにしつつ、これポイズン削りですね、もう。ポイズン削って、オッケーオッケー。キョスケがちょっと邪魔だな。非常にね。非常に邪魔な巨大スケルトンがいます。で、これプリン用にないと、オッケーオッケー。さあ、ずっと警戒しとけば、相手もなかなか攻めれないと思いますね。位置が多分ずれてる。ずれてるって分かってるけど、タルババは外していく男。さあ。で、橋前京介とかかな。そうっすね。でも時間もないので攻めますが。これポイズン打っちゃって。さあ、相手はこの防衛が苦しいはず。さあ、SP までつけて、これずれてますね。エレキもやって、しっかりこのバレルのダメージを抑えれば、僕の負け筋じゃなくなると思いますね。さあ、で、ここは、キョスケちゃっちゃ溶かしちゃって、スケラポイズン打ちましょう!で、吹き矢、吹き矢いい位置だな、なんか。で、僕の負け筋は、タルババを外すこと。タルババ外さなければ、勝てる。あ、ポイズン、ナイス!グッドゲーム。さあ、これはまあ、スケラが、てかまあ、施設がないんですけど、その代わりに、ハンターとアイスピーですね。で、エレキもうまく使いつつやると、ロイジャイとかもね、もうほぼ完封できてたんじゃないかなと思いますんで、よければね、皆さんこのスケラ、今最新です。よければ使ってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。